だって最後ですもんね、絶対ね。いよいよラスボスとの決戦ですね。ちょっと、入念に準備しま、うわ帰ってきてる、ドール、お前、よく帰ってきたな。お帰り、寂しかったぞ。この画面。やっぱここにドールいなきゃだよね。よかったよかった。最後はやっぱりね、新井先輩に活躍していただきたい。新井様の力をね、お見せしたい。な、行こう。さあ、パークの危機は、新井先輩が救うのだ。お、いよいよか。絶対、絶対、絶対に、ジャパリパークをグランドオープンさせましょうね。おー来た、よし。さあ、そうだよね。いきなりボスだな。そして、で、3属性有利っていうことだったんで、あ、やっぱこのパターンか。前回のやつと一緒ですね。マイペースとフレンドリーで、おそらく本体はディラックスか。で、フレンドリーは、新井先輩にお任せするとして、とりあえず B と3つなんで、お手並み拝見してみようかね。ラスボスの HP どれほどあるかですね。はい。なるほど。そんなに硬くないですね。おそらくボタンくらいで両方倒せるかね。で、あとは攻撃力か。まずですね。まあ、ピクミンだったら即死だけどね。攻撃力上げるか。なるほどね。で、うわ、またこの B と3パターンか。まあ、いいや、同じパターンですね。はい、いきます。とりあえず、まあ、何も考えなくても、これくらい与えちゃえば多分問題ないと思いますけどね、本体も。問題はここで何が変わるかだ、攻撃が。うわ、全体攻撃を生むのか。うわ、なんだこれ。おい、お前、美しくて神々しい新井様を怪我すなよ、雲が。この野郎。で、いい加減ちょっとアクション。さすがにね、ミラクルも使う機会はあった方がいいよな。で、待って、ちょっと、1、2個溜まってない。あ、そっか。じゃあ、オーダーフラッグ使うか。ここで1個、2個あって。お、いいね。じゃあ、ここでおかわり使うか。で、こういわずって、こっちは新井さん。はい、先輩ね。はい。はい。はい。さあ、まあ、5ターンじゃちょっと厳しいね。なんだその蹴り方悪意やるな、もう。なんだこいつ。よし、まあ、とりあえず、あとは、同じことを繰り返したらいいはずだけか。うん、理想としては、荒井先輩全体攻撃あるから、いや、いいか。待って、どれが、あ、また3枚目がアクションか。そうですか、じゃあ、ロイヤル貯めてもいいかもしんねえな。ロイヤル貯めるか、20だから。はい。これで貯まるので、よし。まあ、だんだんやっぱ理解してきてるな、オーダーフラッグに関しても。うん。で、次は、お、一回これで。あ、3ターンで一周か、攻撃が。なるほど。じゃあ簡単だな。うん、まあ足に関しては、とりあえずあとは強攻撃がどんなん来るかだよね。で、いくらか定期的にやっぱ品薄回復入れとかないと、そろそろちょっと下手するとやられそうなので、ここは注意しないといけなさそうだよね。まあ、とりあえずビートだから、しょうがない。あ、うらっ！はい、もう一発いくよ。はい、うらっ！で、まあ、まだたまんねえ。次だな。次、気をつけないといけねえな。ちょっと、チャンスがたまんねえな。どうしようかな。うん、これがなんで汚いな、もう、ほんとに。やばいな。ちょっと待って、両方、これ、やばいやつ来るよな。ってことは、ちょっと、少なくとも、マイペースのやつは全部倒さないといけねえから、とりあえずこれビートでやっとくか。で、まあ、荒井先輩か。うらっ！これ倒せるよね。よし、オッケーオッケーオッケー。で、新井先輩行って、で、これ来るよね。来るよね。なんだこれ。何してくる。うわうわうわ、なんだその強い攻撃。ああ、新井様。ああ、ちょっと待って、シダウスもクラクラになってる。え、これちょっとやべえな。うわうわうわ、一気にピンチになった気がする。また、幸い多分次はバフだから、こっちは。だからこっち先優先したのが良かったとして。まあ、とりあえずこれで、いいとは思うけど、まあ、そろそろミラクルでも使った方がいいか。そんなことしなくてもいいか。まあ、とりあえずこれそうだよね。バフ来るよね。分かってますよ。一周したからね。やべえな。ていうか、8ターンじゃん。全然5ターンじゃねえわ。もう、これ全然余裕ねえわ。むしろ、ピンチじゃねえかよ。ちょっとシナンスが全然たまんねえ。アクションが。もう、アクションが全然ねえわ。オーダーフラッグももうちょっと取っておきたいしな。本体がどんなんだか分かんねえし。まあ、いいや。新井先輩か。で、ロイヤル使って。マジこんな。まあ、やっぱさすがラスボスって言ったところか。で、次なんだっけ、汚いのだっけ。あ、そうだ、もう汚すなよ、新井先輩も。ねえ、お、まあ、とりあえず2枚目アクション来てるから、これ品薄絶対優先させたいでしょ。ビートで、まあ、アクションでいくか。それが、まあ、妥当だよな、そうだよな。そうしとこう。で、これで、本体だよね。そうだよね、来るよね、本体で。やっぱディラックスだよね。はいはい、分かってましたよ。で、何が来る？どんなんだ。おぉ、なんだその、得体の知らねえ物体。え、ちょっと待って、アンパンチじゃん、それ、痛い。それ、お前、アンパンチじゃねえか、前回、お前、それ使って気に入ったのか。もう。
やべ、ちょっと待て待て待て、笑ってる場合じゃねえわ、マジ。それ回復しねえとほんと死んじまうって。待て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 、絶対最優先にシナウスをもう貯めとかないと。やばいな、これ次何するんだ。いやもうシナウスだけ攻撃しないで、本当にそれだけは勘弁して、頼むから。いやもうこれロイヤルでどんくらい食らう。ちょっと硬いなこいつ、勝てるぞ本体。やべ、ロイヤルでどんくらい食らうんだ。いやてかシナウス狙うのはやめて、本当に攻撃しちゃったけど、マジで許して。47、いや全然効かねえ、やばかった。待て、やめて、それはなんだよ、何それ、ネット行ってーな、それ。あー、またクラクラだ。うわ、もうこんなの危ねえ、岩火。ちょっとマジっすか、これノーマルだよ。俺らもうこれレベルほぼ完走ですよ、みんな。まあ、シナウス覗いてだけど、やば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 。これちょっと待って、これ最優先にもシナウス使わねえとやばい、やばいっていうか、もうシナウス使うでしょ。うわ、これ危なかったっていうか、マジでシナウス入れてよかったわ。どうしようか迷ったんですよ、どうせ今回も楽だなと思ったら、全然違えわ。圧倒的に難しいわ、これで。荒井先輩は全然だし、いやもう全然って言い方ひどいけど、やだこの汚らしいのも。荒井先輩がたまった、使うか、使った方がいいよね、せっかくこれ B といけるから。これ 1,2 で待って、2いって、で使うか2つ、せっかく今 B と揃ってきてるもんな。荒井先輩がたまったところでなんだよな。いやここで、まあちょっと荒井先輩どっちにしろ不利かなこれ最後。でもな、荒井先輩で勝ちたかったって言われる気持ちあるからな。待って、一個、これで。どうだろうな。結局、ちょっと、ロイヤルであれだけのダメージだったもんな。お、ナイス。ナイス、今、クロクロになったでしょ。で、イワビーでどれくらい食らうか。まあ、イワビーはちょっと属性があれだからな。問題は、そうだよ、4万8000くらいか。この子だよ。頼むよ、ちょっとヒグマ落としでこれ、ぶっ飛ばしてくださいわ。頼む、どんくらいくれ。うわ、吹っ飛ばねえ。わぁ、ちょっと待って、吹っ飛ばねえ。そうかそうか、巨大だもんな。ちょっと待って、マジか。そうか、てか初めて見たな。そうだよね、巨大セルリアの場合、吹っ飛ばした場合どうなるかと思ったら吹っ飛ばねえんだ。もう、いやちょっと待って、これ荒井先輩使うか。これ気持ちいいね、シナウスのコーラスとね共に使っていこうか。よし、ちょっと期待はできないけどな、荒井先輩ならなんか奇跡起きてくれねえかな。荒井先輩、荒井様のジャブジャブお願い、どくらいくん、荒井先輩、あ、ダメだこれ。一番いかねえ、待って、怒んないで怒んないで、やめて、いやだイエッセ、ちょっとノーマルの攻撃力じゃねえよこれ。ほわー、毒だし、いや、やばやばやば、これ絶対回復しねえと。うーわー、じゃあこれもこっち使うしかねえな。もうこれシナウス回復してこないと、たまんねえよね、無理だよね、そうだよね。そこれ耐えてくんねえかな。やべえ、みんな死にそうだ。うわ、全体攻撃だ。ちょっと待って。うわ、死んだ。ねえ、お前、それどういう仕組みで攻撃やっててんだよ。もうなんだ、あの攻撃。いやー、ちょっとマジか。うわ、これ一人も死なせたくなかったのにな。やべえな、ちょっと待って。シナウス HP もう、いや、ほとんどねえじゃん。待って、これ一発でも攻撃食らったら終わりじゃん。でも、ためねえとな。うわ、これはマジで。いやー、ちょっと待って、シナウスに攻撃するのだけはやめて。それだけは勘弁して、もう回復しないとほんと死んじまうから。シナウス毒でやられた。あー、ちょっと待って、うわ、汚ねえのやめてくれ。ふざけんな、やべ、アンパッチだ、やめて、バイバイキューもうダメだ、もうダメだ、この勝負は終わった。うわー、でも諦めちゃいけねえ、まだ希望を捨てちゃいけないわ。パークの危機を救うのだ、頼むから、やめて、痛い、あー、みんなやられてて、やめて、払えたぞあー、やだやだ、うわ、意地悪だ、回復しやがった、この野郎、あー、やめて、てめえ、この野郎、ふざけんな、俺はまだ負けねえ、頼む、ロイヤル、ロイヤル、ストレートフラッシュ、いけー、くれー、全然だやだ、やめて、お願い、手加減して、うわ、やだ、やめて、やめて、あーやっばめっちゃ強いじゃねえか、ほんとキッズ、お、ナイスナイス、おげー、荒井先輩やられた、荒井先輩がな、ほんとこれ無茶でしょ、これ無茶レベルだって、マジで。あー、今見えも死んだ、もう関係ないとこで死ぬのやめてくんねえから、もう続けて汚いのほんとやだし、くそー、どうかご慈悲を、いやまたロイヤルだけだ、もう腐ったれ、わー、許され、
頼む。あ、これ倒せんじゃねえか。いけー、無理だ。あー関係ねえところで、最後の最後まで関係ねえところ。いや、わかりますよ。わかりますよ。合理的に考えてね。でもね、やっぱり最後はね、新井先輩に活躍してもらいたいんですよ。この方は希望というものを私に教えてくれたんですよ。で、今回しかも最強の新井先輩をお呼びしたので、もう新井先輩は絶対に諦めない。諦めないんですよ。新井先輩は夢と希望に溢れる新井先輩でいてほしいんですよ。だから絶対に諦めないのだ。新井先輩、俺はいつでもあなたを心の底から尊敬してるから。だからお願い、勝って。よしよし、いいね、いいですよ。やっぱさすがですね、シナウスの回復が半端なく恩恵がある。新井先輩、それは痛いです。やべ、アンパンチが来る。さよ、ブリャー。よしよし、溜まったぞ、全員溜まったぞ。で、しかもこれビート揃ってるぞ。どうだこれ、これ使ってみる、使ってみるか、ちょっとわからないけど使ってみよう。これは多分チャンスだよ、大チャンス。来たー来たー、ビート5枚揃い、来たー来たよ、5カード。新井先輩、まあそうだね、攻撃力一番低いから、で、シナウツ、まあ、で、フルルはさすがに使わない。で、皇帝かな。で、いきますか、ヒグマさん。よし、これでどのくらいダメージ食らうかな。いやー、さすがアザイマ、7200食らったぞ。で、まあこれで、とりあえず保険で、保険で、本当に。もうマジで何来るか分かんねえから、もう混乱とかされたらもう最悪なんで。オッケー。で、よし、皇帝の力見せてやれ。多分ですけど、これレベルが高いから、ミラクルのレベルが。そうだよね、結構食らうんですよ。ロイヤルより多分食らってるはずなんだよ。よしよし、オッケーオッケー。で、これでどんくらい食らうかだ。ヒグマたち、おいい、ダメージ。じゃあ、相変わらず吹っ飛ばねえけど。よし。いや、いいね。やめて、荒い先輩いじめないで。うわ、出た、この攻撃。マジ、意味わかんねえんだけど、何それ。なんかちょっと憎ったらしいんだけど、あの攻撃、本当に。で、お、いいね、いいね。ビート、調子いいぞ、これ。順調だぞ。まあ、まだ油断はできないんだけど、それはしないんだけど、使うか。で、20貯めて、まあ、とりあえず貯めた方がいいよな。よし、あわよくば、混乱してて。無理か。さすがにそれは無理か。まあ、いい、いいでしょう、いいでしょう。順調ですよ。頼むから、なんか変なのは来ないで。変なのは来ないっていうか、もうパターン化してるけど、回復か。オッケー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 。で、汚いのよ。オッケーオッケー、大丈夫。なあ、荒井先輩はいじめないでください。やべ、ツバ飛んだ。で、考えましょう、考えましょう。1でしょう、アクション。アクションいいね、調子いいね、アクションは調子いいとして。2枚目はアクションか。じゃあ、待って、フラッグ使うか。そうだよね。ちょっとシナウスマジで貯めた方がいい。そろそろだって来るもんな。でかいやつ。でかいやつ来る前に、とにかく一回使っておきたいね。もう本当に、本当にそんくらい綿密にやっとかないと、マジでいつ死ぬかわかんねえから。まあ、フルルに HP まだ余裕があるから、死んでるところでだよな。多分これで大丈夫。新井先輩を生き返らせるか。これが微妙なんだよな。でも、新井先輩結構壁になってくれてありがたいからな。すごい恩恵あんだよな、それも。よし。あ、やべえ、溜まってるし、やばい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 、そんなこと考えてない。待って、痛い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 。まあ、いや、とりあえずこれもう最優先使うよ。もう最優先使わないという、もう本当に。もうこれ本当に危ねえ。うわ、でもただな、これビート3人せっかく揃ってるな。攻撃も専念したいしな。待ってよ、だから、次の攻撃全体攻撃と回復だから、ちょっと待って、考えさせて。シナウスを使わずにでも済むかもしんない。ちょっと待って、これ待機スキルをさ、シナウスが確かこれ待機スキル防御上げるから少ないって。荒井先輩ここで耐えれば使えるわ。よし、ここで、本当に全体攻撃全員耐えられるはずだから、少なくとも荒井先輩も多分これ耐えれるはずだから使えば。シナウスの待機で。だから回復は使わないで、いけるはず。よし、これで、まずはこれで攻撃を専念させて、これでヒグマ落とし、コーラス3のビート、いっけ、吹っ飛ばないけど、いいダメージ、いいダメージですよ。で、ここで、頼む、毒は大丈夫、頼むから大丈夫なはず、信じろ。よし、あ、新井先輩が混乱になっちゃったけど、よし、耐えた、ナイス。さすが新井先輩ですわ、偉い偉い。いやー、なんか偉そうだけど俺が。よし、これは最優先に使うぞ。で、B とか参加 B とかということは、混乱もさせればすげえ理想的だよね。じゃあちょっと狙ってみるか、せっかくだから。回復の余裕が出てくるから、まあやられることはないでしょう。もうそろしばらくは来ないから、相手の強い攻撃も。よし、これはでかい。これはもらったでしょ。で、もう一発だから、ヒグマ先輩が、ヒグマさんがね、ミラクル溜まればあれだけど、いやー、厳
厳しいか。さすがにそれは運だもんな。さすがに運要素強いもんな。うわ、これは汚ねえのと、あれ来るかな。アンパンチ来そうで来るよね。あれ、新井先輩前に出てる。なんで待って、あはは痛い。よし、まあ、耐えたぞ。ただ、みんな HP50% くらいか。アクション2枚目ね。じゃあ、シナウス使って。いや、ビートだから、そうだね、もう一回狙うか。で、4コーラス1個。1、2、3。で、シナウス、ガン、うん、シナウス。よし。で、タンコ、だー、さっきまでなんであんな混乱してくれたかな。結構混乱してくれたんだけどな、さっき。全然食らわなくなったな。仕方ないな、これをばっかり。うんだから、やめてー、もう。あ、出た、この、もうなんだよ、この憎ったらしい攻撃。誰得なんだよ。ちょっと怪しいぞ、これ。フルル、これ死んだらマジやばいから。待って。たまんねえし、これ。アクションにした方がいいよね、絶対。いや、フルル死んだらもうこれ終わりだわ。だから、ここで、1個で、2、3で、オッケー。ビートにはなって、いや、みんな何枚目だ。やべえ、アクションが全然だ。あ、来た。20か。とりあえずやっとくか。これでよ。さあ、せめて。うわ、よし、でかい、それはでかい。ナイスだわ。シナウス、ナイス、マジで。神だわ。いや、この恩恵は物にしたいね。あれ、でもこれ、勝てんじゃねえか。もう、普通に攻撃するだけで。じゃあ、クルル、これ、バフで、ちょっと攻撃力高める感じ使うか。これでいけると、もうどうせちょっとシナウスも耐えれないから、毒とかでもやられちゃうから、自殺で。無理だから、ここで使った方がいいよな。で、OK。いや、これ、どうかな、今の使い方で合ってるかな。うわ、残るよね。そうだよね。これ来るよね。最後の攻撃、これ頼むから耐えて、お願いだから、しょうがないけど、まあ、よし、いや、ていうか、フルルも皇帝もよくやってくれた。よっしゃー、勝った勝ったいや、これは難しかった。まあまあ、ミッションしょうがねえけど、まあ、これは今度頑張ろう。やったー、新井先輩やってくれたよ、残ってくれた、勝ったー。いや、本当にね、無茶レベルだったよ。あの、無茶に匹敵するレベルだった。お帰りなさい、ドール。あー、終わった。これでようやくこのゲーム、エンディングなのかな？エンディングになる？この子は本当にちょっと苦しい。あ、牛したの？そっかい。あー、よかった。まだまだね、どうしても、いいんじゃない？この、ほらほら、隊長もして、私、牛していいんですか？私、男ですよ。あ、違うわ。アカウント女だ。アカウント女にしてあるんだ、俺の。クソデブですけど。よし。いやー、よかったね。うん。そういえば、サーバルさんが忘れていた記憶って何のことだったんですか？それはね。いや、そうか、これさ、サーバルもさ、結局、ドールがクソ、これ今更ですけどさ、この名前さ、こんな感動的なシーンで取り入れるのすっげえ情けないですよね。なんだかんだ言って、獣フレンズも意外と、ちょっとしたところで名言とかあるからね。そういうのもなんか、人生で取り入れられたりとかできるもんね。おぉ。いやー、いい世界だな、獣フレンズ。何このシーン。こういう世界観が現実にあったらなって思うよ。よし、これはもうあれかな、もうエンディングでしょ、確実に。いやー、ちょっとこれで新井先輩がさ、お暇になれば本当にこれでようやく加入してくれるんじゃないかな、俺のアカウントに。新井先輩そろそろ来ていただけたらな。っていうか、相変わらずファニーがいないんだわ、まだ。そうそう、ファニーがいなくてよ。まあ、それで、勝てたってことだもんね。ファニーなしでクリアできたってことですもんね、俺のアカウント。それだけでも、ちょっとでかいですね。まあ、最後は、ね、クソデブ。俺です。はい、クソデブです。ファニー、結局、まあ、不利だったっていうのは、まあ、助かったっちゃ助かったけど、ねえ。よかったよかった。いつか全て忘れてしまっても。え？何？いや、これで本当の本当に終わったかな。よし。ちょっと今のところは一回あれした方がいいかな。なんか別撮りにしようかな。カレンダさん、今度はすぐ会えるわよ、きっとね。はい。やりたいことがまだいっぱいあるんです。だから、撮るよ。はい。はい、クソデブが撮りますよ、皆さんを。はい、動画に投稿しますよ。はい、チーズ。よし。動画投稿します。ん？おお、出た。8章の、出たね、この演出。
おー、いいね。かなり食うけど、ロールだ。隊長さん。はい、クソデブです。クソデブ隊長です。ちょっと見ていてくれて、ありがとうございます。いいえ、YouTube に投稿したいだけなんで。いい、これからもずっと一緒に、私たちと群れでいてくださいね。はい、うん、そうですか。でも、時々は、いえ、なんでもないです。さ、次の冒険の準備に行きましょう、はい、隊長さん。あー、終わったエンディングでしょ、これ。ねえ。すげえな。あれ？まだある。これで終わりじゃない。え？むしろまだ。あ、始まったばかり。え？え？え？え、何これ、まじ。私たちの未来は、どこへ向かうのだろう。何何？え、何何何何何？どういうこと？はい、お、クリアした。あれ？ちょっと？これ、あ、はい、ゲットしました。ん？あ、え、これ、あれ、これもしかしてまだ続く？あれ、これもしかして、世界回っちゃう？獣フレンズ。いや、だったらマジ興奮するんだけど。いや、でも気分はもう、ラスボス倒して、やったぜ、ハッピーバンザインなんだけど。え、マジっすか？まだ続くこれ。はい、ということで、ちょっと気になることいっぱいあったんですけど、無事ね、9章ボス倒したので、で、プラスね、ドールがクエスト画面に帰ってきてくれたので、よしとしましょう。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。あとは、荒井先輩を加入するのを待つだけです。イエス！